はい、どうもトシです。今回は新緑のような濃い緑色の抹茶ケーキで口に広がる芳醇な玉露の風味と香りが日本の風情を感じさせる和スイーツで、抹茶と相性の良い黒豆がアクセントの抹茶ガトージャポネを作ります。最後まで見ていただけると嬉しく思います。では始めていきます。合わせた粉類を3回くらいふるいにかけます。残り2回ふるいにかけます。ホワイトチョコレートを湯煎またはレンジで溶かし、温度を45度くらいまで上げます。室温に戻したバターをゴムベラでほぐします。粉砂糖を加えゴムベラで混ぜ合わせます。粉砂糖が馴染んだら、ハンドミキサー高速で白くもったりするまで泡立て、ブランシールします。抹茶パウダーを加えゴムベラで混ぜ合わせます。
抹茶ペーストを加え、ゴムベラで混ぜ合わせます。抹茶類が混ざったら、ハンドミキサーでしっかり混ぜ合わせます。全卵を溶きほぐします。卵白を切るようにしっかり混ぜ合わせます。泡立てた生地に溶きほぐした全卵を少しずつ加え、ハンドミキサーで都度混ぜ合わせます。加えた全卵が完全に混ざったら次を加えます。全卵の半分弱くらいを混ぜ込んだら、粉類の4分の1程度を加えておくと分離しにくくなります。残りの全卵を少しずつ加え、ハンドミキサーで混ぜ合わせます。ホワイトチョコレートの温度を確認します。溶かしたホワイトチョコレートを加え、ゴムベラで混ぜ合わせます。残りのふるった粉類を2回くらいに分け、再度ふるい入れ混ぜ合わせます。
粉気がなくなったら次を加えて混ぜ合わせます。ツヤがあり、滑らかな状態になったら完了です。敷紙を敷いた型に生地を型の3分の1くらい入れ、平らに伸ばします。黒豆を適度に散らします。残りの生地を入れて両端を盛り上げ高くし、中央は低くなるように生地を整えます。天板に並べて焼成します。190度余熱、180度で45分くらい焼成します。温度と時間は目安です。ご使用のオーブンで調節してください。調整後10から15分後、表面に薄い膜が張ってきたら一度取り出します。中央に濡らしたナイフなどで深さ10ミリくらいの切れ込みを入れます。オーブンに戻して残り時間を調整します。表面に焼き色がつくくらいまで調整します。竹串などを刺してベタベタした生地がついていなければ焼き上がりです。焼き上がったら軽く台に打ち付けて焼き縮みを防ぎます。型ごとケーキクーラーに10分くらい置いてから型から外します。10分後型から外しラップで覆います。ラップで覆うことで乾燥を防ぎ、しっとりとした食感になります。このまま完全に冷めるまで置きます。バターグラッセをレンジ600ワットで1分くらい加熱して、温度を45度くらいまで上げ、コーティングチョコを溶かします。クッキングシートに冷めたパウンドケーキを置きます。溶かしたバターグラッセをハケで塗ります。
残りのパターグラッセを絞り袋に入れます。表面に絞り出します。コーティングが固まるまで浮きます。波刃包丁でパウンドケーキを好みの厚さにカットします。食パンカットガイドなどでパウンドケーキをカットすると均等にまっすぐ切れます。好みのガス袋に入れます。シート乾燥剤を入れます。クリップシーラーで熱シールします。袋の封印シールを貼り付けます。いただきます。以上が新緑のような濃い緑色の抹茶ケーキで口に広がる芳醇な玉露の風味と香りが日本の風情を感じさせる和スイーツで、抹茶と相性の良い黒豆がアクセントの抹茶ガトージャポネの作り方です。気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。